日が当たる部屋のせいで顔の半分が若干日焼けしてしまいました。どうもおざます、こんにちは、スコバワス、鎌首と申します。殺戮の天使、なんか気づけばもうパート2桁いってる12ですね。やっていこうと思います。じゃあ今回は P6、 久々ですね。久々というか最初の時以来のあのザックのいたエリアにやってきました。早く取って戻ろうということで、ザックからこれね、ザックと最初に出会った最初の中にあるものか、多分最初に出会ったっていうとあのウヤーって言ってバーって出てきた時やから、あのねこの中なんだよね絶対、うんと思った。ここで出会ってこの部屋すごく散らかってるけど人がいた感じがする。もしかしてここでザックは過ごしていたのかな。急がなきゃいけないけど少し気になるな。もうなんかザックがいたって感じがするけど、ん、薄いよ、汚れた使用済みの包帯が床に投げ捨てられてる。あ、そっか、包帯巻いてるから交換したんだな。いや炭酸飲料はこのジュース好きなのかな。あんな、あ、炭酸飲料、そうやな、もう多分みんなもコメントでこうやってザックはこれが好きじゃないかなって感じに書く。私の予想、ザックの好きなのはねドクターペッパーやと思う絶対ドクターペッパー好きやと思う。ザックは床の上にカラフルなシリアルが散らばっている。欠けた器の中にあるシリアルは炭酸飲料でドロドロに溶けている。すごい炭酸飲料、このジュースじゃ美味しくなかったのかな。あのシリアルをさ炭酸飲料にぶっかけてさ食べようと思う、まあ、ザックだったら、ね、あーめんどくせえ、いいじゃねえかこれ好きやしょ、わーってやってうわっすまじいって感じに言うんだろ想像できるわ。食べかけのスナック菓子が床に落ちている。なんだろうな、中身はもう湿ってるな。スナック菓子系やからあれだろうな、ポテトチップス系のやつだろうな。味はね、味ザックが好きそうな味か、多分薄塩じゃないはず。薄塩じゃない、ザックはねそんな薄塩とかじゃないと、関西風だし醤油かもしれない、もしくはネギ塩味とかね、そういう感じのやつだと思う。もしかしてずっとこのまま使ってる。何を使ってる。あ、赤黒いものがこぶりついた洗面台と汚れたままかかったタオルがある。あららら、らずっとそれ使ってるの、すごい匂ってそうやけど、ね、机の上には汚れたナイフが置かれている。ザックが言ってたのはこれのこと。ずいぶん汚れてるな、それに少し錆びてる、手入れをあまりされてないみたい。でも不思議、刃はよく切れそうだ、持っていこう。ナイフを手に入れた。あとはもう少しだけ何かないか確認してから行こうね。行こう行こう、だって一個光ってるところがね。机の上には割れたガラスポックが放置されている。コップの中には飲み物が入っているようだ。危ないな、でも飲んだ跡がある。このまま使ってたんだねよー口きらへんかったなザック、危ないで。傷んだソファーに汚れた毛布がぐしゃぐしゃに置かれている。ボロボロで硬いスプリングのソファー、毛布もきつくてきっと寒い。え、なんかな、ソファーの間に包帯が一つだけ転がっていた。包帯を手に入れた。お、包帯、よかった。やけどの薬はないんだな、多分もう何もないはずだ。早く戻ろう。オッケー、じゃあ戻ろう、急ごう。ん、どうした。ザック、ここでこんな風に過ごしてたんだ、知らなかったな。そういえば知らないな、ザックのことは何も知らない。まあそれ言ったらザックもレイちゃんのことよくも知らんからな。戻ろう、ザックのところに。B6 での目的は果たせたのか。ええ、だから早く B に戻りたい。よかろう、それでは戻るとするか。お願いね、早く助けてあげないとね、ザックがあのダニーというやつに目つけられてるからな。あいつ生きてやがったんかい。で、着いたかな。あー、着いた着いた。ん？もしかしてザックがいないってやつ。どうした、あら、いない、待っとけって言ったのに。あれほど、いない、ザックがいない。
そんな目で私を見つめても何も出ては来ない。それは本当なの？ああ。やはり、この不幸の連鎖は君が原因だ、レイチェル・ガードナー。さっきからどういうこと？私は知らないって言ってるのに。P5 にダニーはいたかね。私は彼だけその身のありかを把握していないのだよ。真面目で、白深い彼がなぜかおかしな行動を始めた。それは君が原因だろう。そんなの私のせいじゃない。それよりザックを探さないと。待ちなさい。私はずっと君の行動を見ていた。ここの春車を狂わせている君がどんな存在なのか、私は興味が湧いたのだ。それが悪影響を及ぼすものであれば裁きを下なす。それが悪影響を及ぼすものであれば裁きを下さなければならない。ただザックの薬を取りに行く姿には私は少し希望を持った。しかしそれも間違いであったようだ。君の行動はあまりにも身勝手で容赦がなさすぎる。それに君は最初に答えていたな。なぜザックを生かそうとするか、それは己を殺してほしいからだと。ああ、レイチェル・ガードナー、君の行動のすべては自己愛に過ぎないのだ。違いないのだったな。違う。確かに私はザックに私を殺してほしいと思ってるけど、それだけじゃない。ザックは私にを殺してくれることを神様に誓ってくれたから。レイチェル・ガードナー、君はザックが神に誓ってくれたことを言ったが、誓いをしたとしてその誓いを神が選ぶか君には分かるのかね。他の者が同じ誓いを立てたとして、どちらを選ぶかは神の御心次第ではないかと思わんか。もし神の御心が君の願いと誓ったとき、君はどうする？ガーンって感じなの？失礼、酷な質問だっただろうか。さて、君に判決を下す前に準備をしなければ。え？ファイヤー！したな。この神父なのかなのか。うわー、またそしてトリップ。バーバートリップ。バーバートリップ。さっきのは私一体何をされて？神の心。うん、私のことはいい。あの人がいない。早くザックを探さないと。何？え？何これ？大ジャイアン。大きいヘビ？逃げなきゃ。よし逃げよう。めっちゃ歪んでる。曲がりくねたよ。ザック、起きて。ザック、大きなヘビがいるの見よう。何言ってんだお前。ほらそこに。おい、早く後ろの扉から逃げなきゃ。おい早く。ザック、あー、うっせー。うえ、あー、もうこれも幻覚やろうけどな、どうせ。あれあれあれじゃねえよ。何わけわかんねえこと言ってんだお前。でも大きな蛇が。なんもいねえよ。何ラリってんだ。もう一回頭殴るぞ。たく、帰ってきたと思ったら話通じねえし、ビビるだろうが。お前、やっぱり一人だと ろくなことになんねえな。うん、ごめんなさい。ザック、大丈夫？どうしてこんなところに移動したの？いたんだよ、あいつが。ダニー先生。
ああそうだよ、なんで知ってんだ。死体がなかったから。そうだろうな、あの野郎調子に乗りやがって、体がうまく動かねえから殺し損ねて逃げられちまった。先生は何か言っていた？ああ、知らねえ、お前が気にしなくていいことだ。そう、その子お前ちゃんと言って帰ってきたな。ああ、どうした？ごめんなさい、ビーゴにあった薬が全部なくなってた。そういえばダニーの野郎、薬を持ってるみたいなことを言ってやがったからな。やっぱり先生が。おい、B6 はちゃんと言ったのかよ。言ったもん持ってきたか。それは、うん。それがありゃ十分だ。おい、貸せよ。これでいいの？よし、これなら思うように使える。そのナイフはジャックの？ああ、もともとはこっちが俺の持ってたもんなんだよ。おい、じゃあ行くぞ。待って、ダメ。まだ動いちゃダメだよ。お前もしつけえな。あんだけ寝ればもう動ける。待って、ならせめてザックの傷を先に縫わせて。やめろ、俺の体に触るな。何もすんな。んなことしなくても俺はんなことで死なねえよ。そんなのダメ。なんだお前、ここに来てから妙な顔しやがって。ちょっとやっぱり感情がね。なあお前、 B さんの女が言ったこと覚えてるか。え、あの女の言う通りだと思うとムカつけどよ、あれな、間違っちゃいねえんだよ。違う、ザックも私も道具じゃない。そこじゃねえ。なこっつぁお前から一度聞いたんだから覚えてる。じゃあ俺は化け物なんだよ。化け物はそう簡単にくたばらねえ。そうだろ。ああ、だよ、変な顔してんじゃねえよ。普通化け物って言ったらそういうもんだろうが。だったらそうなんだよ、俺はそれが普通なんだ。おい、ぼーっとしてんじゃねえよ。どっちにしろ薬がないんだったら進むしかねえだろ。行かねえなら置いていくぞ。待って、一緒に行く。じゃあ早くしろ。でも言っとくが、俺は今走れねえからな。うん、わかった。よし、久々のザックが仲間になったね。血の跡がある。もしかしてダニー先生の？さあな。まあ確かにあいつも血みどろだったけどよ。血みどろ？なのに来てたの？なんか服の下に細工してたんだとよ。とにかく先生が薬を持ってるなら先生のいた方を追いかけなきゃ。血の跡をたどろう。よし、じゃあ行きますか。久々のザック。あ、本当だ、走れなくなってる。本当にいつものシフトキーを押すとね、走るんですけども走れなくなってますね。こっちの扉が開いてる。それに血もこっちに続いてる。ダニー先生が通ったのかな。行ってみよう。さあ、ザックを先頭にね。だっていきなり襲ってくるかもしれんからね。ねえ、ザック。あ？どうした？ザックはさっき自分のこと化け物って言ったけど、人間じゃないってこと？じゃあ聞くけどよ、お前にとって人間ってなんだ？何をどうすればまともな人間なんだよ。神の望むもの？ああ、なんだよそら、お前バカの一つ覚えか。てめえに言われたくねえ。とにかく。だってもうほら、早速間違えても、特にかくと。特にかく、俺は何であろうとまともなんだよ、普通なんだよ。それとも何か、お前の言う神様は化け物に殺されるのは許されねえってのか。違う、そんな意味じゃない。そんなことない。何マジになって返事してんだよ。
なんかくだらねえこと言っちまったね。くし、行くぞ。はい、行きましょう。で、とりあえず出てきてはまだいないな。ねえ、ザック。ザックはそのナイフがあった部屋で過ごしていたの？それがどうしたんだよ。なんとなく気になって。ああ、さっきの話もそうだけど、私ザックのことを何も知らない。だからなんでだろう、なんとなく気になったの。なんだろうね。なんだよそれ、意味わかんねえ。あの、でもあの部屋もう少し掃除してもいいと思う。見てるかね。せーらー、もう戻らねえんだから関係ねえだろうが。せめてドクターペッパーを。うっ、何か音が。何、ああ、ヘビ、めっちゃ大量。あー、すげえわざわざいる。おい、放置してんな、今度は本物だ。走れ、先に行って出口から見てこい。はいはいはい、ザック、くそ、ナイフじゃ一気に切れねえ。おい、早く切って言ってんだろうが。わかった、急ぐ急ぐ急ぐ。ある、鍵もかかってない。ザック、こっちに出口がある。行くから待ってろ。早くザック。こんな凶暴な蛇って言うともう、なんだ、ブラックマンマレベルやもんな。おぉ？と、音が。おぉ、でも白蛇を。ザック、すごいたたり起きるかもしれんよ、その白蛇は。ザック？ふざけんなよ。俺は今走れねえし、鎌を使うのもだるいんだ。無理させんじゃねえよ。うわぁ、ザック、違う。おい、行くぞ。蛇は全部殺せてねえんだ。分かった、移動しよう。大丈夫か、ほんとザック、出血多量やん。もうレイちゃんもさ、心配になるよな。もうほら、いや、こっちゃない。また力が入らねえ。もう動いちゃダメ、休んで、本当に死んじゃう。だから俺はこんなんで死なねえよ。もうダメダメだよ。お前なんだそのか。チャック、とにかくここで休んで、ここから先私一人で見つけ行ける。今度こそ薬を見つけてくるから。本当に、お前さっきからなんだ？え？暗い顔しやがって、なんか後ろめたいことでもあんのか？違う、私は、それより早く、早く、本当に早く薬を取りに行かなきゃ。だから、俺の質問を無視すんな。それにてめえが一人で行けば死ぬだけだろ。あ、私、銃があるよ。これがあれば先生がいても。じゃあその銃貸してみろよ。ん？おい、貸せ。どうすんの？え？ベン、弾入ってないってことか。ええ、弾出ねえね。ねえ、弾の入ってねえ銃持って行ってどうすんだよ。どういうつもりだ。くそ、お前これじゃ本当にただ死にたいだけじゃねえか。俺に殺せる気あんのか。なのにお前は俺の必死になってるっしょ。俺に何を求めてるんだよ。何考えてんだ。ザックが神に誓ってくれたから。結局それかよ。
化け物の相手に何もまともに信じてんのかてめえはよ。ザックは嘘は言わないんでしょう。ああそうだ、誓ったのは嘘じゃねえよ。なら、でもな、神なんざこの世にいねえんだよ。そうなのって感じの顔で。違う。ああ確かに神様がいないと私どうしたらいいか。でもザックの神様に誓ってくれただけじゃない。もし誰かに神様に誓われたとしてもそれはダメなの。じゃあなんだよ。それはわからない、わからない、ごめんなさい。なんだよ本当にお前はよ。笑え。え、でも今はうまく笑えるかどうか。下手くそなのは分かってんだよ。いいから笑え。おお、おい、ちょちょ、ああもう俺は寝る、お前は好きにしろ。おい持ってけ。まあてめえが使えるとは思えねえけどな。来てるよねザック。じゃあ汚れたナイフのエヴァが鋭く光ってるナイフを手にして、このナイフ私ちゃんと使えるかな。本当に手にナイフを持った状態でですけども、じゃあ続きはまた次回に行こうと思います。ザック生きてるよね。なんか心配にはなるけども、こんだけ血流しちゃってまったく。でもこの多分エピソード3もここからいよいよ終盤かけてちょっと一気に畳みかけだと思いますけども、まあ引き続きよろしくお願いします。以上カマキミでした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。